どうもでです。この日は学校で授業を受けたた。後にに図書館に来ました、えー、コンピューターで次の楽器の履修登録をしたりまあなんやかんやしてちょっと疲れたので図書館の雑誌がいろいろ置いてあるコーナーに来てこういうね勉強とは何の関係もない下世話な雑誌をこうペラペラめくってちょっと気分転換をしておりましたたまに読むと面白いんですよね でまあ、時期的にもなんだろうクリスマスプレゼントに関する話題がすごいあの多かったですけどなんか香水のねこういうサンプルがいっぱいついていてって開くとねいいがついてるんですよそうなんか特にこの号はサンプルがいっぱいあって、えー、片っ端から開いてこう顔をねなんか机に突っ伏すような感じでクン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 ひたすら書いておりました。 このね、高知の男性向けの香水なんか私結構好きな匂いがしましたね自分自身あんま香水つけないんですけどなんかいろんな匂いを嗅ぐのは結構好きですで学校のねこの雑誌の棚なんですけどあの結構充実してるんですよもうメジャーどころは必ずあるしアート系とか経済系とかあの若干マニアックな雑誌なんかも置いててねええ、ね 防具とかかもなんかたまに冥頭しまにしすで、ねね、これはちょっとあのジョン・レジェンドが家族でね表紙片手でおうって思いました。そうでねまあ,時々あのまあ、意識的に読もうと思ってるのがこういうニューヨークマガジンとか時事系時事ネタ系まあなんか勉強になるし、ね、英,語の英語の勉強にもなるしね。 でこういうのはねなんかすごい風刺的な表紙とか、まあ、見てるだけでちょっと面白かったりもしますしね。でこのあと一旦アストリアに戻ってきて近所のドラッグストアに来てます普通にティッシュを買うだけだったんですけどお店の中がクリスマスの装飾になっていてなんかいろいろとねあのこれまで見なかったものとかもあったのでもうちょっと一回撮ってみようと思って回してます。 お店の中ねちょっとあの音楽が結構ガンガン鳴ってたんでこのおとなしいナレーション形式で失礼しておりますけれども、えー、こういうね、まあ、のホームデコレーション用の人形があったりとかクリスマスの定番のキャンディーこれキャンディーケーンなんか何やろなんかミントっぽい味がするっていう私あんま味は好きじゃないんですけどね結構クリスマスパーティーとかやると誰かが持ってくるイメージですね。 でこういういクリスマス限定パッケージのお菓子があったりこれ私の好きなトゥイックスで多分ね中身は普通のトゥイックスなんですよねただパッケージだけがあのちょっとクリスマスしようっていうでこれキットカットでこれはねあのスイートシナモンフレーバーちょっと美味しいか分かんないですけどなんか限定の味ってあんまり見かけないのでこれは多分普通のキットカットやけどね日本だと あるじゃないですか、まあ、秋限定冬限定とかなんかこうイベントに絡めたねなんかフレーバーとかもアメリカだとなんかパッケージだけがちょっと違うっていうのは見るのでうんなんかねこう変わった味のものとか見るとあ珍しいってなりますねこれはなんかあのスモア作るキットみたいなプレゼント用なのかな まあなんかこういうぬいぐるみとかもねいっぱいありました。ドラッグストア、ドラッグストアにプレゼント買いに行こうっていう感じになるのかな。ちょっとその辺のね、なんかクリスマス文化はまだ私も、うん、なんかちょっとまだわからないですけど、なんかこの間だ喋ってたアメリカ人の知り合いは、なんかね、家族に一人最低でも3個はプレゼントあげるって言ってましたね。で、この、このスヌーピー、なんかトナカイになってて可愛いいなぁと。 思って見て見たんですけど、なんかボタンがあってね手元に <laughs> こうやって自分で自分でヘドバンして鈴鳴らすっていうスタイルこれちょっと欲しくなりましたそれからねこの手にマラカス持ったちょっとメキシカン風なスヌーピーもこれも最高でした これね、分かる人は分かるとは思うんですけど <laughs> 私の,あのめっちゃ好きなクリスマスソングです。 まあこんな調子でいい大人が1人、えー、夜のドラッグストアでスヌーピーとタウンレーだりしておりましたけれども、まあ、他にもいろんなものがあってですね、えー、あこっちはねハヌカねハヌカは11種のお祝いで、えー、クリスマスとは違ってあの青色がこうなんてか象徴になってるんですよねだからハヌカのなんかお祝いのデコレーションとか見ててあ綺麗やなーって思いますけれどもこういうものもありましたんで えこれはまあもうもろですよね女の子向けのプレゼント、えー、人形結構リアルなやつがずるーっと並んでましたで男の子向けのねなんか「スター・ウォーズ」とかいろいろなんかあ おももちゃもあってでその中にこのねなんかビビタというブランドメーカーの天体望遠鏡があったんですけど結構良さげなんですよねこれ値段が19ドル2,000円ぐらいであんな月とかくっきり見えるんだったらちょっと欲しいなと思いました三脚もついてこの値段ですよすごくないですかねちょっとこれ自分用に欲しくなりました でさらにねなんかジンジャーブレードクッキーの人形とか装飾がなんかいい場合置いてあってでその下はまあ普通のお菓子なんですけど、まあ、この「リセズ」っていうなんかお菓子にまきれてなんかオレンジ色の延長コードがあるっていうなんかちょっと面白かったんで <laughs> 撮りました。 そ,うそれからこういうねボディーソープとか普段ドラッグストアで買うものなんかもこういうクリスマス限定キットとかで普段よりうんと安くなっててわこないだコンディショナー買ったばっかやのにちょっと待っときゃよかったって思いましたねまあそんな感じで普通に歩いてるだけでだいぶ楽しかった、えー、ニューヨーク12月のドラッグストアから今日はお届けしましたじゃあまたさようなら